君のようなつぼみさ、華やかで優しくてそう笑ってごらん大丈夫。顔を上げたら花も街も鮮やかふし。 けましておめでとうございます,います三橋 TV のお時間ですこの番組は月間三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私光景の後三橋高明です三橋 TV は三橋高明のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨になっております皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたしますはい、というわけで2020 二十一年を迎えることになったわけでございますけれども。はい、まあおそらく今年も昨年と同じようなまあ混乱の一年にならざるを得ないかなと。とりあえず東京五輪どうするかですよ。はい、やるの本当に。絶対無理でしょう。絶対無理でしょう。特に欧州で。新型コロナウイルスのその新種が。また広まっ、はい、まあイギリスを中心に広まってしまっているという状況で。はい、こう五輪って。 うん、本当にやんのかなという感じでございます。まあ、とりあえず。えー、三橋経済塾第十期、無事開講になりまして、一月十六日、今月の十六日に第一回講義が。東京で行われます。ゲスト講師は藤井聡先生です。はい、あと、えー、形成史論ですね。こちら、えー、まもなく。この歴史に見せられて、前が聞いてみる歴史時事編の前編が。えー、視聴終了となりますので、ぜひとも。 皆さん、ご入会いただければと思います。後編はまだ見えるんですけどねさあ、ブログでございますけども、はい、あの昨年、その政治的にやっぱり政権が変わったと、うんまあ、安倍政権が終わって、菅内閣が誕生したという話なんですけど、菅さんってどういう人物か、知ってました、そもそも。いや、全然。官房長官でしたけどね、はいまあ、その前も総務大臣とかいろいろやってらっしゃったんですけど、うん、私、2回ぐらい会ったことあって。うん 1>, 1, 回は1回目はあの経営合理化協会というところの講演で、はい、菅さんの前座を務めさせられたことがあるんだなこだからあの官房長官だったから当時、はい、彼だから忙しいので何時に来れるか分かんないから<ー>その合図しますからそれまでちょっとこれ引っ張ってくださいということをやったりとかはい。はい あのある別の場所でバッタリあったりしてたんですけど、その講演の時は菅さんはどんなお話されてたんですか？俺ねあの握手してそれであの書いてってから分かんない、わかんない <laughs> 人の声聞かないからさあ、どうゆ、んはい、うことでございますね。ということでその菅さん菅総理大臣についてあのかなりいい分析した本というか雑誌が。はい 表現者クライテリオン2021年1月号でございますね、はい、あの昨年の12月の16日に発売になってますけれども「えー、菅義偉論」改革者か破壊者か改革も破壊も変わんないような気がするんだけど今の時は日本だとまや。<laughs> というのは、まあ、藤井里先、ねえー、編集長が、えーまあ、中心に作ってる雑誌「表現者クライテリオンで、はい、この雑誌出てますんで読みましたけどいや面白いですね多面的に。意意外と、ね、意外ととね 高齢のの政治家の方々古、はいはい、賀さんとかねあるいは亀井さんとかはそんなに直接的に批判しないんですよ菅さんはでもやっぱりなんか怪しんでるんだなーっていうのがよくわかる,怪し,んでる怪しんでるんだなーこいつは本当に何なんだっていうのがちょっと見えるんですけどねへ<ー>で菅さんってすごいんですよ、はい、秋田の豪農農家の息子なんですよあなんか聞いたことああす。はい。で後を継ぐように言われたんですけど、はい、家飛び出しちゃったんです東京に来たの。はい それダンボール工場の住み込みとして働いてたんです最初、うん、そこからですね、まあ、職を転々としてそれで横浜かな横浜のあるえ市議だったと思いますが秘書になったんですうんどういうふうにどういう経緯になったかよく分かんないんけど、はい、そこから出世の階段登り始めましてそれで国会議員になってそれで総務大臣とかを務めて、えー、それで、えー、官房長官ですねそれで総理大臣<ー>すごいですよダンボール工場の住み込みの従業員から総理大臣になったんですんあの人なれるんだって でもまあなれるんですけど日本はなれると思います中国じゃないんでね、はい、でもねそういう人ってどう考えるかっていうのをちょっと想像してみてほしいんですよそこまでその本当立身出世を果たした人物はいどう考えるか俺は自分の能力でここまで成り上がったんだお前たちも頑張れるはずだと思うんです<ー>100%そう思いますよまあ100%は大げさだね、はい、99%でも私に言わせればいつも言ってますけど <laughs> う、うん、うんなんです で瀬、えーあのー、先生ね先生に言わせたら「はい、お」<ン>になるんでしょうね、はい、まあそういう講演を昨年経済塾でやっていただいたんですけど、はい、でこれブログですけどね、まあこ,あのまあ、この、えー、12月16日の菅義偉の正体と共同体を立て直すためにするべきこととその翌日の,この非常事態に対応できない孤独なグローバリストということで2日間珍しく菅義偉という人物について。はい 書書いいいいたんでですすけどあまりかかななじゃないですか私個別の政治家について、はい、基本マクロ経済とかについて書くので、はい、まあこれはでも書く必要があるなとどうしてですかそれはですね GoTo トラベルが昨年、えー、停止になったじゃないですか、まあ、28日からですね、はいはい、で今月の11日までとことんなってるんだけど、まあ、これが配信されてる時はどういうふうになってるか分かんないんですけどとりあえずそういうふうに決めたじゃないですか、はい、あれ決めたのって菅総理大臣個人なんですよ 個人なんです個人が決めたんです停止について。停止するってことそれで周りの方とかあるいは所管である国土交通省の官僚ぐらいに相談しろよととりあえず何もなかったんです何もなかったそれでいきなりポンって言い出したから「国土交通省大パニックにななった。んで?」みたいな「聞いてない」って聞いいてなってよりも対応できるかって話ですねはい。 えー、12, 月です12月14日に発表した GoTo トラベルの全国一律の停止は所管する国土交通省や観光庁の現場には発表直前まで伝えられていなかった突然の決定を受けた関係省庁はトラベル事業の停止に伴うキャンセル料の補償の割合などの詳細を詰めるための徹夜で対応ということですね本当にそうだったんですよでまあ100歩譲ってしょ、まあ、国土交通省の官僚とか観光庁の官僚が知らないのは まあ政治的にこっちで決めましたって話でいいんだけど、この政治的な部分で、別に相談してないんですよ、彼は誰にも。一人で決めちゃうん。一人で。それはどうしてなんですか。どうしてでしょう。へえー。どうして。自分で決めちゃうのがです、うん。あ、ちなみにね、ちなみに、私、あの安倍晋三前内閣総理大臣について。はい、経済政策とか間違ってたから、めっちゃめちゃ批判してたんだけど、はい、彼は。 あのまだしも相談するんですよ。うんどう思います？どうどうしますと、それで変な人の意見を受けてやっちゃうっていうケースが結構あって問題だったんだけど、<laughs> 問題だったんだけど、とりあえず相談をする人だったんですね。<ー>菅総理大臣はしないんです。なんでなんですか？ええー、鬼滅の刃、はい、読んでますでしょ？はい、あの鬼側のリーダーである鬼舞辻無惨。知ってます？無惨。なんとなく。なんとなく。 彼がしないよ絶対にということです。ということです。でそもそもグローバリズムっていうのは、はい、共同体否定なんですよねで個人の能力で成し上がるんだと俺は成し上がったんだから偉いんだお前らもそうしろ全て自己責任だっていうような思想なんですよ<ー>そもそも。で菅さんは菅総理大臣はのし上がったんでしょうから。 そう,ですそういうことなんですということで自分がトップまでの,のし上がったんだってことで、うん、そもそも共同体として対処するというような発想がないから相談なんかしないんですよ、うん、官房長官の時はやってたらしいんですけどね、はい、総理大臣になったらしなくなったんですどうしてなんですか、ね、それトップに上り詰めたからじゃないあそういうこと、はい、だキムチズム無ンの部下たちっていうのは相談するじゃないですか全然違うでしょってこと本当のトップのリーダーとその下っていうのは、はい、前の安倍さんのいろいろ見てたから どうなんだいや私はもともとだと思う,うなぜかとなぜこういうかというとその菅総理大臣という人物は、はい、あの政治のこう階段をステップを上る,にする,上るためにですよ、ね、毎回毎回リーダーに逆らってるんですよ、はい、びっくりするぐらい例えば、まあ、小渕派にいましたと、はい、で小渕さんが総理大臣として、まあ、手を挙げたと総裁候補だね自民党のその時に小渕さんの下にいたんだよ、はい、ところがその梶山 政六という別のリーダーが、あの政治家がこうリコーなどを名乗上げたときにそっち行っちゃったんですよ。ええー、あでもオブジさんがなった。あ、なったなった。もちろんオブジさんがなったんだけどね。ねという形でその平気でできるんですよそういうこと。<ー>だからもともと多分これは予想よ、これは予想だけど菅総理大臣は例えば派閥とかに属していたとしてもそこに所属していると感覚が薄かったんじゃないですかね。革命時的な意識なんですかね。おお<ー>。<え> <laughs> うん、あるいは中二病とも言いますけどね。<laughs> 秒ととりあえずまあ便宜的にここにいるだけだみたいな感じでそれでのし上がっていっちゃったんですよそれでテラックスタッっならあのは分かりやすいんだけどそうじゃないんですよ、はい、それでトップになっちゃったってことであれ彼はだから共同体って感覚が希薄だと思いますものすごい仕事ばかなんだって仕事しかしないってい感じ<ー>でお酒飲まないんですってだからすごくいい感じに聞こえます、ね、ストイックなのものすごくストイックなんです でしかも能力高いんですよ確かに総理大臣にまでなるんだからだからダメなんですよ <laughs> だからダメなんですなぜでしょうそれはグローバリズムが非常事態に対処できないからです、うん、これは2つの面である問題があるんです一1つ目はだって菅さん個人の力で日本国民救えますか救え,救えるわけがないでしょうということでその共同体全体としてそれで立ち向かわなくちゃいけないっていう発想が彼はできないんですよ、うんはい、自分は自分を一人でおっしゃげたから。 ちょっとなんか総理大そう国家間というより共同体意識だと識国家だけじゃないんですよ多分派閥とかもそうだし自民党に対してもそうだと思う、はい、あるいはそのふるさと,、ね、もともともとふるさとしてましたから彼は、はいそれでいろいろ転職してとまあ人のこと言えないんだけど <laughs> 転職してということで <laughs>、はい、その会社に対するという共同体に対する貴族意識それは全くなかったと思います、ね、それで市議の秘書になったけどその市議に対するあの共同体意識もなかったんですよという形でこう上がってきたのがこれが1個目ですねはい、はい で、二つ目ですけどもあのたかが一人の能力ってあれ頭の中なんてその日本国家が今そのかその覆いかぶさ日本国にかぶさっているのこう非常事態に対応できるわけないじゃん、はい、<laughs> どんな能力高くたってもいいだよ。んそれこそハンニバルとかナポレオンだって無理じゃないの。はい いうことです必ずいろんな人と話し合って、うん、それで正しい道を選択しなくてゃいけない GoTo トラベルをと停止したことが正しいかどうか分かりません私は反対してたけどなんでかというとあんなのプラットフォーマルの利益になるだけでしかもこ感染症の時に何やってんだって話だからね、はいはい、ただ本当に正しかったことがか分かんないね、うん、私は常に自分に疑問を持ってますね、うん、ああの自分の意見表明したとしても、うん、まあ理由説明しますけどね、うんはい、でも彼はそれがないんですよだからあのポーンって感じで方針変えられるの。うん ところでなぜ昨年のえ12月の頭ぐらいでしたっけ？菅総理大臣がいきなりゴートゥートラベル停止って言い出したか。はい。わかりわかりますよね。え？え？え言ってましたよ光ケさん。多分こうじゃないですかみたいな感じで。なんでです。支持率下がったからです。ああそうでしたね。そうですよ言ってたす。ごいコロッとでしたよ。コロット支持率下がったらコロットだったと。その前までねなんか。そう。 関連性はな言ってたしあるいはあのニコードかな何かに出て「いや何で絶対止めないよ侵害だよそんなこと言われるの」とかですね怒ってたりとかと<し>官房長官も「いやあの,その停止を検討してる事実はない」って言ったの、うん、その翌日か翌々日に事実上がったら事実上がったから早かったですよ、ね、早かった早かった早かったそれは誰にも相談してないからうん、うん、であのパッて決めてそれで起訴発表して俺は国土交通省やっとけと こんな人が本当に非常事態なんかクリアできるわけないでしょうがということでございますね。はい、で厄介なのはね多分ねあの菅総理大臣自体は自分の金っていうような意識はもうないと思いますね。はい 自分の金を増やしたいという認識はないと思うんですょだって酒も飲まないしこれ亀井さんが言ってたね私じゃなくて亀井さんが言ってたけど女遊びもしないしと非常にストイックで真面目な人なんですだから別に金を稼いでそれで遊びほけたろって密着的なこと思わないわけですよねでもでもそう思ってるやつらが横にいるわけですよ。ああその周りに竹中平蔵であったりあるいはデイビッド・アトキンソンであったりと。なるほど もうあの昨年の経済産業省の,その中小企業の M&A を容易にする施策っていうのを今検討してますけどあの発表でもう確定だと思いますね。うん、確実にその菅総理大臣本人っていうよりもその周りにいるデイビッド・アトキンソンや竹中平蔵たちは日本の中小企業の M&A がこう起きるような混乱を望んでるんです。うん、ということはコロナ恐慌とか非常今の非常事態って。 解消しないい方がいいんですようまみあるうまみってある要はだってどん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 企業の業績が悪化してきますよ確実にそしたらじゃあ買収合併だというような買収だって話が絶対出てくるんですね、うん、そこに入っていくんですファンドが、うん、M&A 私 M&AM&A 言ってたんだけどあの経済産業省自ら言いましたからね <laughs> 中小企業の M&A を活性化させるためにということで施策が今検討されてるんです、はい、それでかつ自民党がやってますけどその例えばね、えー、最低賃金が低いところ まあ全国にいっぱいありますけどね。800円ぐらいのところが、これ全部東京と同じでしょ。1000円じゃ、形から潰れるだろうね。そこに入ってくる。さらにですね、その銀行、銀行が各企業のその買収とかをしなくあのする際のですね、制限がなくなってきたんです。こえーって感じがするでしょう。はい。ということで明らかにそっちの方向に行ってるんでしょ。うなんでそっちの声は聞いちゃうのかなって。それはね、いいポイントです。まさに今からその話しようと思っている。はい。 あの結局ね結局のところ、まあ、孤独なグローバリストですよねとで同時にね菅総理大臣ってね田舎者なんですよ、うん、田舎者って田舎に住んでる人のことじゃありませんからね田舎とかから東京とかに出てきてそれでも田舎者じゃないね、うんうん、都会のやつに褒めてほしいとか思う人は田舎者って言うんですよ妙な<ー>コンプレックスというか劣等感があるんですよね。<ー>こうさんどうですか ないと思うよ別に郡山だって東京だって日本は日本じゃねえからそっちもいいとこもある悪いとこもあんだよぐらいの感覚でいいじゃないですかところが一方的な例えば東京なら東京といったこの価値観的な抽象概念について妙なそれでんかその東京門の代表みたいな人たちに褒めてもらうとうしいんですそれが田舎者ですね問題はその 菅総理大臣が褒めてほしい相手は竹中平蔵でありデビッド・アトキンソンなんですよね厄介でしょう、うん、本当の孤高なグローバリストだったら竹中とかアトキンソンの言うことも聞くないよって話なんだけど、はい、そこまでパーフェクトじゃないんですよ、うん、彼はでもこれ最悪だよねはい非常事態には対応できません、はい、で,てでアトキンソンとか竹中のやりたいことは進んできますってことになっちゃうんですよなんか1月1日からあんまり暗い話したくなかったんだけどこの現実踏まえるべきですで私はね菅内閣長く持たないと思う、うん なぜなら簡単ですよね。非常事態対応対象じゃないから。はい、でそもそもグローバリズムね。まあ特に、ね、規制緩和とか自由貿易とかあの金額財政、はい、まあこの三つの政策がそうなんだけどそもそも平時前提なんですよ。わ、うん、かりますよね。はい、自由特にわかりやすいのは自由貿易です。はい、国境を開放して物サービス人金の移動を自由化しましょう中国様。 とかやっていいのはですね中国と絶対に戦争にならないっていうような前提ですよアメリカとはいいと思いますよ日本はまあうん、そのもちろん安全保障上問題あるのはダメだけど、はい、基本的なじその貿易とかいっぱいやるのは全然構わないと思うんだけどなぜかというと一応民主制という価値観を共有する国でお互いに侵略戦争なんてやらないと分かってるから、はいうん、中国は違いますねもしこの自由貿易してて中国と戦争になった場合って その貿易どういうふうに変わっちゃうんですかあのね WTO のルールでは安全保障上の問題があったら、はい、あの止めていくことになってますね止めていいんだけどあのこのままだと結構情けない状況になってます要はマスクが典型だけど、はい、日本の生産が中国の生産に依存するようになっちゃった場合ですよ入ってこなくなっちゃうんですかでその前で多分こうするんじゃないですか中国様あなたと戦争したいから飛行機の部品売ってくださいえ？<laughs> <laughs> 何言っんじゃんってなるに決まっとるだろうとはい。そういうリスクがあるわけですよ、うん はい、だ,からだから経済力がないというのはともかく日本はもともとかなり高い技術力があって生産能力があったんだけど、はい、それをデフレで潰してきてるわけです<ー>財務省によってだから財務省と中国共産党が組んでるとは言わないんだけど、はい、明らかに財務省は中国共産党に貢献してるんです、うん、日本の生産力を壊すことによってあと経済,経済界ね経団連とか中国様とかここやってるわけじゃないですか。<ー>でもこれははね今年はやっぱり そのまあアメリカがどうなるどうなろうともその日中とかの関係っていうのはまあ,ある程度その分岐点後戻りのできない分岐点迎えるんじゃないかなつまり対立まあ,ある意味真っ当な対立の方向に行くのかその場合はちゃんと防衛費拡大してえぐあの財政を緊縮から転開しないとだめですけどかもしくは国などっちなんですかね。<laughs> だからここでだからポイントになるのは菅内閣は明らかにその2回をはじめとしたそのいわゆる備中派を登用してます、続国寄りの政策をやってるわけですよ、ここの状況で何やってんだって話なんだけども、うん、その菅内閣がれれ潰れ倒れましたと、支持率が下がってってと、はい、で一応今年の10月が衆議院の、はい、え任期なので、そこまでに絶対選挙はなくちゃいけないです、はい、ちょっと五輪の中止の問題もあるじゃないですか、うん、中止かどうか分かんないけど。 そんな経済がめちゃめちゃで,で非常事態コロナが続いていてで五輪が中心になりましたはいいいい総選挙勝勝てに勝てななですすすよさがにと思まだったら野党になったらいいのかって話じゃないんだけどあの、まあ、だまともな政党ってあんまりないからね今日本一番まともなのは個人的にやっぱり国民民主党、うん、玉木雄一郎代表のところですから、ね。はい でももも自民党の中にもまともな人たちがいるんです、うん、そこでちゃんと緊縮財政転換して中国の脅威中国共産党の脅威から日本を守りますっていうような政権ができればそれは大きく変わってくるだろうけど、うん、自民党であってもってことです、ね、自民党であっても、はい、で自民党の中にそんな人いるんですかうんあの上の方にいない若手 <laughs> 中堅どころにはいます、うん、のでそういう大きな政治的な激動が今年あるんじゃないかなと思うわけでございますので。 皆さん、今日の話を参考に、ぜひ、特に地方の経営者の皆さん、私の、まあ、同胞たち、同胞で経営者以外の同胞だけど、とりあえずの同じような立場にある方々、中小企業の社長さんたち、できればこうユーザー界とかで、まとまって地元の政治家に圧力をかけるというような形で、菅内閣を追い詰めて、それでまともな政権に変えていただきたい、私もそのために頑張りますから、皆さんも頑張っていただきたいと思う次第ですね。はい コロナショックによって世界中がパニックに陥ってしまいましたが日本はこれからどうなっていくのか重大な議論に立たされている日本はこれから何をすればいいのかそのようなことを解説した書籍が三橋隆記の2021年第二次世界大恐慌と日本の危機ですこちらの書籍は書店では購入できませんこちらの QR コードまた概要欄からお買い求めください いつも三つや TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。